こんにちは、愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦です。今回ご紹介する修理はこちら、レッドウィングの9875というモデルになりますね。こちらを修理でお扱いしました。修理する内容としましては、靴底の交換ですね。こんな感じで、まあ、ソールの交換時期としてはいいタイミングなんじゃないかなと思います。交換するソールの種類なんですけれども、こちらのような白いビブラム製のフラットソール、こちらもご用意できるので、交換前と同じような感じで仕上げることはもちろんできるんですけれども、今回のお客様ソールカスタムスタイルをちょっと変えたいということで、ソールカスタムご希望のお客様でした。カスタム内容としては、ここの今白いゴムミッドソールが入っているものをレザーに変えて、ダブルミッドソールというやつですね。ダブルミッドソールにしてビブラム430というソールを取り付けることになりました。もう見た目もね、ガラッと変わって、結構ビフォーアフターがガラッと変わるので、完成した映像を見ていただいて、あ、俺もこんな風にしたいなということであれば、ぜひお問い合わせいただければもちろんできます。それでは修理をしている、動画をご覧ください。それではソール交換をするために、まずこの古いソールを剥がしていきたいと思います。この古いソール、こちらのですね、ヒーターといわれる電熱器でソールを温めて剥がしていきたいと思います。温め終わった靴底を剥がしていきたいと思います。十分に温めた靴底はね、普段剥がれることはないんですけど、結構スポーンって気持ちよく剥がれていくんで、この感覚はね、結構ね気持ちいいんですよね。こんな感じで、こんな簡単に剥がれていいのっていうぐらい剥がれますね。はい、こんな感じで剥がれました。ソールを剥がして、ミッドソールも剥がして、こういう状態ですね。ここのくぼみのところですね、このくぼみの間に、練りコルクが入ってたんですけど、そちらすでに除去させていただきました。今からですね、新しい練りコルクを入れて新しいソールを取り付けていきたいと思います。コルクを充填していきたいと思います。使うコルクなんですけど、こういった粒のコルクを使いますね。こちらを、コルク用の接着剤で練ったものを靴の中に充填していきたいと思います。コルクを充填していきたいと思います。今レッドウィングの靴の中ものにコルクを充填してますけど、全てのワークブーツとか靴ですねにコルクが使ってあるかというと、そうではなくて、例えばこれグッドイヤーウェルトの靴なんですけれども、グッドイヤーウェルトの靴には、コルクを充填しますけれども、マッケー製法だったりステッチダウンっていう場合は、コルク使わない場合が多いですね。なのでステッチダウンだったら、同じくアメリカのウエスコだったりはコルク使ってません。この後コルクを全面塗って乾燥したら靴底を一気に取り付けていきます。ではレッドウィング、今こういう状態ですね。ソールが縫うところまで進んでます。あとヒールを取り付けて、完成まで持っていきたいと思います。ダブルミッドでだいぶごつくなってきましたよね。どうなるかお楽しみください。ヒールの土台となるヒールベース、積み上げブロックを取り付けていきます。はい、では積み上げヒールが取り付きました。今からね、こういうビブラムのブロックヒールを取り付けていきたいと思います。こんな感じに取り付きますね。今回の仕上げではヒールのカーブをこういうストレートなヒールの仕上げではなくて、エンジニアブーツのようなカーブの仕上げなので、こんな感じでベースより一回り小さいトップリフトを使って削り込んでいきますね。ありがとうございました。
はい、ではヒールを削り込んでヒールのカーブを作っていきますね。このグラインダーのペーパーの丸みを利用してカーブを作っていきます。はい、ほんの少しだけ、カーブができてきましたね。このタイプの靴は、かかとの周りまで縫ってあるタイプの靴なので、このカーブの途中のすぐ後ろですね、糸が走ってるんですよね。なのでエンジニアブーツほどはっきりとカーブは削り込めないんですけれども、もう少しカーブがつくように削り込んでいきますね。ではソールの交換が終了したので、こちらを靴磨きしていきたいと思います。ではおまけのブラシでブラッシングしていきますね。今日はこれを使って、メンテナンスしたいと思います。サフィールユニバーサルレザーローションですね、これ1本で汚れ落とし兼捕獲兼ツヤ出し、靴磨きに必要なことこれ1本で全部できちゃうっていう便利な、ちょっとねっとりした乳液タイプのお手入れクリーム、ローションになりますね。こんな感じで白い感じの液体になります。軽く取っていただいて伸ばしていきます。ワークブーツは何でしょうね、乳化成クリームとか使ってピカピカに磨いてあげるのもまあそれはそれでかっこいいんですけども、まあ自然なツヤで鈍いマットな感じもまたかっこいいので、そういう時はね、こういったローションとか、あとはこういうビーズエイジングオイル、ミンクオイル系のものですね、こういったものを使うといいと思います。ただミンクオイルってね、僕はあんまり好きじゃないんですよね。こういうワークブーツでお手入れ系の靴クリームといえば大定番のミンクオイルなんですけど、オイルを塗った後のベタつきが僕はちょっとあんまり好きじゃないので、ミンクオイルは使わないことが多いですかね。またそのベタつきが汚れを拾ってきちゃいますからね、カビとかの原因にもなるし。なのでどっちかっていうと、さっぱりした仕上がりになるものを好んで使います。ではブザケのブラシで軽くブラッシングして、仕上げの靴磨きは完了とさせていただきますね。
全然関係ないんですけど、レッドウィングといえば最近ベックマンのシュールばっかりなんですけど、まあそんだけ人気なんでしょうけど、このモックトゥーのタイプのタイプ、これ型番9875、アイリッシュセッターもだいぶ以前と比べれば少なくなったし、エンジニアブーツも全然修理に来ないんですけど、皆さんレッドウィング履いてないんですかね。ベックマンはね履いてるんでしょうけど、あんまりこのタイプ人気じゃないですかね。いや、そんなことないですよね、売れてますよね。なんで修理に来ないの。ベックマンはよく来るんですけどね。はい、それではレッドウィングアイリッシュセンターのソール交換終了しました。今回この仕様はインスタグラムで、本日の着こなしとか今日の足元とかそういう投稿してる人いるじゃないですか。全く同じ仕様のこのレッドウィングを見つけて、こんな風に僕もしたいということで今回お持ちいただきました。ありがとうございます。一応仕様としては、ダブルミッドソールでソールの430というソールがついてますね。本当はね、そのインスタグラムの写真と、ここら辺に出してこの仕様と見比べて一緒でしょって見比べたいんですけど、一応本人の許可とか取らないと多分ダメだと思うので、今回は一応見比べることはできないんですけどね。お客様のご要望に言っていただければ、このモデル結構どんなソールでも結構似合っちゃったりするので、もちろんソール交換前の白いクレープソール、これも似合いますし間違いないですよね。もうだし、最近多いのがこういうビブラム100っていう、ゴツゴツしたタンクソールですね。登山にでも行くような感じのそんなソール、これもねやっぱハードなワークブーツらしいイメージのかっこいいですよね。で、ソールの色も黒だけじゃなくてハニーっていうちょっと生ゴムの色のような色も選べたりします。あとは何があるかな、白いソール、白いクレープソールとはちょっと違うんですけど、2021とか2060っていうクッションソールで、結構軽量でクッション性がいいので、スニーカーまではいかないですけど軽くて履き心地がいいタイプのソールとか、結構ねお客様のご要望に言っていただければ、このモデル結構どんなソールでも結構似合っちゃったりするので、ぜひぜひご相談していただければなと思います。ソール交換の動画ばっかり上げちゃってますけど、別に普通に靴磨きだけでも、靴磨きメンテナンスを靴磨きだけでもいいですし、ここら辺の糸がちょっとほつれちゃってるからそれ、ちょっと縫ってでももちろん大丈夫ですし、お気に入り靴ブーツの、ちょっと困ってること、これなんとかならない、これなんとかならないのかなということをぜひご相談していただければなと思います。では最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもいろんな靴やブーツの修理動画だったり靴磨きの様子を配信していきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、ここら辺に出ておりますので、ポチッとチャンネル登録よろしくお願いいたします。